おはようございます、たまもです。今日も山口県岩国市の白崎八幡宮にやってきたよ。何しとんチャンネルの深夜さんの釣りの調子が悪いということなので、また大漁祈願にやってまいりました。では行ってみましょう。よいしょ、お邪魔しますと。こんな感じですね。9月書いてますね。命のある限りさらに上を極めよ。深夜さん頑張って大漁しましょう。では今からお参りをしてみます。深夜さんが大漁で魚がいっぱい釣れますようによろしくお願いします。ではこんな感じですね。ちょっと私はこのお金回りが良くなるというのがちょっと気になったので、ちょっとお金入れてみますね。どうなんだろうな、これ。ここにお金を入れたらどうなんだ。すごいな。これで金運力抜群なのかな。よし、あとはここの横に通って、こっちですね、エマを奉納してる向こうに十二支があるんですよね。それで深夜さんが立つということを聞きましたので、立つにお参りをしたいと思います。立つはどこだったかな。うさぎちゃんの隣ですね。立つ、よいしょ、ほら立つですね。よいしょ、立つですね。大きなタツ、タツがここにおるすね。じゃあ今からお参りをします。よいしょ、よいしょ。深夜さんの釣りの調子が良くなるように、また大漁で帰ってくれるようにお願いします。よいしょ。じゃあ今日はこれにて動画を終わりたいと思います。次の動画をよろしくお願いします。あと深夜さんの動画も皆さん見てくださいね。では皆さん、さようなら。